どうも皆さん、お世話になっております。大熊でございます。ということで、今回は、8月11日日曜日に、東京の浅草で開催されます、ワールドアニマルフェスティバルの販売生態を紹介していきたいと思います。まあ、いつものね、イベント前の販売生態の紹介なんですけども、まあ、今回も、レオパー、西アフがね、めちゃめちゃ多いかな、今回も。ね、まあ、西アフ中心に、ね、いろんな子持っていきたいと思いますので、紹介していきたいと思います。まあ、自家販の子、まあ、いつもの自家販の子と、西アフリカトカゲモルキを少しだけ紹介していきたいと思います。で、動画の最後の方にリストもね、載せますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、まずは、サトプラトカゲモルキです。この子は女の子ですね。見てもらったら分かる通りね、めちゃめちゃでかいです。はい、そうね、これね、ちょっとリアルで、生でね、見てほしいんですけど、登ってきちゃった。めちゃめちゃね、こんな感じで、まあ、手足が長くて、立体活動がね、大好きです。で、はい、こっちが男の子ですね。まあ男の子はちょっとね、まだ3ヶ月ぐらいなんで、一回りね、ちょっと、一回り二回りぐらいちっちゃいんですけど、立派な男の子ですね。で、今回ね、引きが良くて、男の子と女の子が、半分ずつ取れたので、ね、2匹ずつ販売したいと思います。親子帯もね、会場連れていくので、ぜひ見に来てください。はい。で、お次がアフガニクスですね。僕といえばね、アフガニクスというね、イメージの人も、もうね、少なくないんじゃないでしょうか。はい、アフガニクス、こちら男の子ですね。男の子なんですが、はい、男の子1匹、女の子4匹、ね、また持ってきます。はい、で、こっちが女の子ですね。まあ、女の子はこの子の他にも、あと3匹いるので、ね、まあ、好きな子を選んでいただければなと思います。はい、アフガニクス、女の子が3万円、男の子が6万円で販売します。はい、続きまして、西アフリカトカゲモルキですね。まあ、今回は西アフ何匹かな、50匹ぐらい持ってきます。まずはチョコン。ノーマルちゃんですね、ノーマルちゃん。もうノーマルオンリーの。この子は、女の子ですね。まだね、人差し指ぐらいの、僕の人差し指ぐらいのサイズですね。まあなんかベビーすぎず、ね、育ちすぎずっていう感じで、ここからね、成長も楽しめるんじゃないかなというサイズですね。結構ね、ノーマルちゃんは連れてくんで、めちゃめちゃ選びます。ね、この子なんかね、面白いですね。結構ね、暗めなノーマルちゃんです。この子はヘテロパターンです。66ヘテロゴーストオリオですね。の男の子です。はい。こんなね、黒いノーマルもいれば、結構ね、明るめのノーマルちゃんもご用意しております。この子は、ノーマル 66% ヘテロゴーストアメールパターンレスの男の子ですね。はい。で、またまたノーマル。この子はね、ちょっと赤っぽいノーマルですね。この子はノーマルゴーストズールパターンレスの男の子ですね。もうサイズもバッチリね。まあ、さっきの子もそうですけど、バッチリアダルトサイズですね。はい、まあこんな感じで、ノーマルだけで多分ね、10匹以上はいるかな。まあヘテロいろいろついてる子もいるんですけど、ノーマルのみの子もいますので。はい。で、お次が、ちょっとね、ゴースト軍団紹介していこうかな。はい。ゴーストの女の子ですね。まあ、女の子なんですごいね、リーズナブルなお値段で販売いたします。この子は特にね、お顔がすごい可愛いので、ね、ペットとしてね、最高ですね。まあ、まだね、ヤングサイズぐらいなんですけど、プリプリですね。はい。まあ、ゴースト軍団っていうことで、まあ、この子たちみんな女の子なんですけど、この子がね、ノーマルのゴースト。ゴーストのみですね。この子がゴーストパターンです。この子がゴーストズールー。この子がね、ちょっと珍しいんですけど、ゴーストゼロですね。まあ、みんなサイズ感同じ感じなんですけど、ゴーストゼロです。まあ、ヘテロパターンレスですね。はい、すごいね、元気で。お顔も可愛いですね。キュートです。はい。まあ、ゴーストの女の子は、この4匹をね、連れていきます。個人的な推しはね、このゴーストゼロちゃんね、ちょっと珍しいんで、ぜひね、皆さんね、会場まで、ね、
RR ブリーディングのブースまで見に来てください。はい、まあ、ノーマルゴーストと来て、まあ、みんな大好きホワイトアウトですね。ホワイトアウト、ヘテロオレオの男の子ですね。まあ、なかなかちょっとね個性的な表現をしてるんですけど、まあ、見ていただきたいところはね、めちゃめちゃ白いです、ね、オレオヘテロなんですけどホワイトアウトだけでこのクオリティです。まあ、もうねアダルトサイズで、まあ、去年の、まあ、10月生まれなんで、ね、まあ、もうちょっとしたら、ね、1歳になります。まあ、このままねペットとしても飼うもよし、まあ、繁殖でねホワイトアウトオレを狙うもよしの、すごいね綺麗な子になります。はい、でお次がキャラメルズールーですね。この子はキャラメルズールーの女の子ですね。で今回ねキャラメルズールーは男の子もいて、こっちが女の子でこっちが男の子になります。まあやっぱりねキャラメルの女の子はペットオンリーになってしまうので、ちょっとね男の子よりお安くなっております。まあどっちもねなんかザキャラメルというか、ちょっとね赤みが強いねキャラメルになってまして、まあ、結構なかなか綺麗なねズール柄が入ってます。キャラメルズールの男の子と女の子ですね。はい、ということで今回はね、まあ2シャフ多めの紹介、あとねゴールコンダークマヨモリが、もうね完売いたしましたので、ありがとうございます、完売いたしましたので、ね、ゴールコンダークマヨモリちゃんはまあお留守番というかお休みというかね、またちょっと、冬からまあ来年までにかけての、まあ、販売スタートになるから、今ねちょうど卵取ってるんで、その子たちがねうまいこと出てきてくれればっていう、ね、感じになります。まあ、あとねいつも連れてってるストケスイワトカゲだったり、まあ、今回はタマオヤモリ、ねピルバラ、ナメハダ、あとサメハダ、タマオヤモリ三重子と、あとおなじみのヤハギネズミと、まあ、1回だけね販売したことあるファットテールジャービルもね持ってきたいと思います。はい、こんな感じで、これがねリストになります。まあ、なんか気になることがいれば X かインスタグラムでねお問い合わせしていただければなと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画で、11日ね会場でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。